どうも皆さんこんにちは、まさかずです。いつもありがとうございます。さあ今日はですね、先日動画で今日の昼妊娠してるのかなどうかなっていう動画を出したんですけれども、コメントをいただきました。それはですね、体重測ってみたらわかると思いますよって、ね、ですから、まあ、前回約2週間ぐらいかな前の、まあ、動画でもね、体重測定をして結果発表した動画あるんですけれども、その時の体重と今日はね比較をしてみたいと思います。いつも通りここに計測用の容器を置いて0、はい、そしてはい、じゃあねすぐ終わるからね、こっち来てよゆきみちゃん。ああ、いい子いい子。痛い痛い。はい、それじゃあすぐ終わるよ。うわあ。はい、おっと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 、大丈夫か。672ですね。ちょっとね、これはあの過去の菊之助くんの動画見返して、それをね参考にしてみようかなと思います。ただの成長かなこれは。はい、ということでね、菊之助くんの体重測定5ヶ月半の時の結果と、6ヶ月の時の結果をね見返してみました。この時はね、なんか何グラム ?27 グラムしか増えてなかった。それに比べるとちょっとだけ増えたかなというところですね。まだね、どうなんだろう、体格が普通に大きくなっただけなのか、赤ちゃんがいるから。いや、お腹ちょっとごつくなったかな、やっぱり。もしね、わかる方いらっしゃったら、ぜひコメント欄で教えてください。この体型、どうかな?ちょっとじっくり見てみよう。いやー、まだわからないかな、1ヶ月。妊娠してたとしたら1ヶ月ぐらい。まあ、これからも、わからなくてもね、可愛く、ほがらかな。癒しをくれるゆきみちゃん、ね、そして菊之助くんも変わらず暮らしていこうかなと思います。変わらず愛情を持ってね、おい出ておいで、愛情を持って一緒に暮らしていきたいと思います。はい、それではまた次の動画で皆さんお会いしましょう。また気が向いたらね、突然ライブするかもしれませんのでね。時間があれば、ぜひ遊びに来てください。それでは、さよなら。Thank you.